はーい、どうもねです。今回ですね、こちらの天井決戦超スコフェス第2弾の方、引いていきましょう。いやー、前回ね、第1弾、100連分、挑戦させていただいたんですけど、まあ、いい結果は出せなかったということで、まあ、こちら第2弾の方、引かさせていただきまして、まあ、ルフィ狙いという、ところでやっていこうかなと。まあ、現在もう大乱戦も、開催されていますし、まあ、今からゲットしていただいてもこちらとしてはね、あのポイント特攻にはなっているルフィが、なりますので、まあ、ゲットしていきたいなというところですかね。まあ、今ちょっとルフィがいない状態での編成ですので、ポイントもねそんなにがっつりは取れていないというのもありますし、まあ、新キャラのね小紫とか伝次郎とかも出ていないっていうのもありますので、まあ、ここら辺が出てくれるとポイント特攻で結構使っていけるかなというところで、引いていきたいですね。まあ、あれちょっと今回ピックアップされてる第2弾のピックアップの超すごいやつって超スゴフェス限定のキャラ、この4体か、ウタいなかったか。まあ、なら、まあ、ローが持ってないんでローとか当てたいところですね。まあ、あと上のこの3体、ロビン&コアラとか、白ひげ&黒ひげ、VS 黒ひげ、あとクイーンとか、まあ、これ持っていないので、まあ、この辺が当たればかなりありがたいかなというところで、まあ、第2弾、まあ、ルフィ狙いで引いていこうかなと思っております。いやね、そろそろ来てほしい。てかね、もう演出いろいろ見たい。さあ、ということでいきましょう。お願いします。10連来い。うわ、なんだこの変な演出は。さあ、変われ、攻めて。よし、離せに変わったのはでかい。これで出てくれたら最高ですね。さあ、宝、うわー、カット1個。もう、忙しいのよ、反応が。さあ、赤、赤1枚。いや、ない。いや、ラスト1枚が。いや、でも、来ない可能性もあんな。今の演出的に。離せ、赤はどうなんだ。超すごいやつ来るんですかね。さあ、2枚目。3枚目。おー、ブルックか。さあ、4枚目。うわ、新キャラでもいいよ、新キャラでも。さあ、5枚目。てか、100連も引いてすごいやつ1枚出ないってどういうことなんですかって感じですけどね。1枚ぐらい、うわ、このサラフィン、もう出ていいよ、マルコだよ。いいや、でもこのマルコは嬉しいね。うん、正直めちゃめちゃ嬉しいです。これはね、まあ持ってはいるんですけど、かなり、ね、優秀なキャラにもなっていますので、皆さんね、リセマナとかで当てたらかなりありがたいキャラかなと。まあ、海賊祭 XP が 2.25 倍になるっていう、効果を持っていますので、かなりね、リセマナ枠としては当たりかなと。さあ、いやー、こんないか、今の1枚があれですかね。ラスト1枚赤って確定じゃないんで、さあ、ここで赤くったら多少は嬉しいぞ。さあ、来い、金か。変わる可能性はあります。変わらないですね。はい、ということで、20連目やっていきましょう。いやー、次は一応最後の手配書が超すごいやつ確定ですので、ここで当てちゃいたいなと思ってます。いや、もうねー、来い、もう来い、もう来てくれ、頼む。いや、もうねー、いや、自分的にはこの、いやね、まあ皆さん当ててない方とかもいると思うんですけど、個人的にこういう超スコフェス来た時って自分10連とか20連で当ててるんですよ。うん、狙ってるキャラっていうのは。まあ、なんでここまで当たんないのは久しぶりなんですよね。さあ、ということでいきましょう。いや、前回の歌の超スコフェスの時もそうですし、9周年の時のスコフェスの時もそうですし、年末の時もそうですし、絶対当ててるんですよ。10連とか20連30連付近で。いや、なんでこんなに当たんないのは久しぶりですね。さあ、ということで、えいっす。まあ、いや、前回のあの赤いぐしょぐしょ、 赤黒のぐしょぐしょ覇王色のやつが来てくれたらね、嬉しいんですけど。さあ、頼むよ。1、2、3、はい、3来たね。さあ、赤、なにこれ、なに今の、待て、いや、でも金だったよね。金になんか枠がついてる感じですね。え、超すごいやつ確定か、もしくは新キャラ確定かってとこですね。すごいやつの新キャラ確定か、まあ超すごいやつの新キャラ確定、まあ4体の中で1体か、超すごいやつ確定なのか。
え、なん、え、今のは初めてですね。今、120連ぐらい引いて。さあ、30連目。40連目。よっ。おお、じゃあ、かかった！ルフィー！いや、ルフィー来たけど、違うー！いや、今、マジかよ。なんで今、このルフィーが来るんですか？いやー、こちら超スコフェス限定のキャラのルフィ、まあ、あの4体の中のね、あの技属性ルフィがいたと思うんですけど、そのルフィですね。うわー、来たーと思ってしまった自分がいました。マジか。いやもうね、このルフィね、4枚目あの、ね、いろんな超スコフェスの時にね、狙ってないのに来るんですよ、このルフィ。もうそろそろいらないかな。まあでも超連携のね、レベル上げには必要なんでね、まあありがたいとは思いますけど。さあ何枚目ぐらいでしたっけ？ 6 か7ぐらいにあの金、お小紫来てくれました。やっぱあれですかね、これ小紫限定、あ限定、小紫限定じゃない、あの新キャラ確定のやつなんですかね。うん、まあありがたいですね。小紫はポイントとこ 1.8 倍なんでね、今回からちょっとつけて、周回していきたいなと。わ、 1.8 倍ありがたいな。さあということで7枚目8枚目。まあ、さっきのそうですね。多分そうだと思います。さあ、9枚目。いや、いらん。天次郎来いよ。確定枠のとこで、小紫来て、なんもないとこでまた小紫来ちゃったよ。いや、天次郎来てほしかったなら、いや、2枚抜きしてほしかった。うえぇ、もういいですよ。おお最高です。やっと来てくれた、このロー。使ってみたかった気持ちはありましたよ、このローは。いやー、それこそ海賊祭でも使いたかったですし。いや、これ、確か6周年の時に来たやつですかね。あの、ルフィ、キッド、ロー。まあ、この3体で来た時のやつですかね。いや、ずっと欲しかったんですよ、このローは。うん。いやー、やっと超スゴフェス限定のキャラ。あと、ルフィと、即ルフィと、心ルフィと、ぐらいですかね。超スゴフェス限定のキャラ出てないの、他にもいたような気がしますけど、まあとりあえずこの2体は持ってないので、あとその2体になりましたね。うわ、このロー嬉しいぜ。でまだあのね、最後に確定枠あるので、ここでさあのルフィ出したらえげつないよ。1つの10連で超スゴフェス限定3体で出してますからね。さあということで、うわ来ちゃってくださいよ、もう超スゴフェス限定のキャラ3枚抜き。そんな甘くねえよな。さあということで30連目引いていきましょう。いやまあいい引きはしてる、めちゃめちゃいい引きはしてるということで、来いとりあえず来い。ギアフィフスが来てほしいんですよ。もうローとかまあ嬉しかったんですけど、ギアフィフスでしょ。さあもう行こう、もうなんか今の流れで行きたい。演出、あーまあ変わってくれるのありがたいけどね。いやー確定枠見てみたいんだよな。さあどこでいきましょう。宝箱来てるよ。1、2、2か、まあまあまあ、赤、いや赤来ないな。今回昇格なかったら全部赤来てないよね。さあということで青いね、3時、この3時ギアフィスト相性いいんで。さあ川松からの白星、いやどっか1枚買ってほしいな。また最後の1枚だけじゃちょっと寂しいよな。もしかして新キャラ、うわ来ないか、来ないのか、ロックスター、うわ来なさそう。10枚目、あー来ないか、待ってこれラスト1枚、いや頼む、もうここで来てくれギアフィフス、ルフィここで来てほしいです。もうそろそろ限界が来てます。無課金にしては限界が来ています。130連目、そろそろ出てもいいラインだと思ってます。まあ、ということで行きましょう。頼む、もう来てくれルフィ、ルフィ来い、ルフィ、あー